いうことかないもんその人が黒けり言うこと聞くけど白白い場合言うこと聞かないもんね人はね自分たちが釣りたいところを釣りますとかわけわかんねえから本当にそういうことやって,ても勝てないでしょうっていう3番さんが発言します はいい一週目よろしししくお願いします村人寺でしたた疲れたね、まあ、思考開示といる側が一周目どういうふうな議論で回ってほしいなって思うことがこれだけお願いしたいんであ聞こえないいや聞こえてたよ聞こえてたよもったいないね どっちかと,いうと8番が戻んないといけないよね。8番がやばいよね。まあ、まあいいんだまあ、俺、エンド位置だから、最高出てくれねえかな。だけ,だけしかお願いなくて、4番さんからは、まあ、思考開示とかは特にいらないです。3番だけの精査をしてください。 4番村だったときに3番の村に対して発言するからなかなか難しい精査になると思うけどそこに対してクロップっぽいっていうふうに精査をしてくる人が人狼だっていうふうに絞ることもできるから本当に前の人だけに触れて精査して4番さんが発言します、はい、えっ、ー、と1週目お願いします4番です ちょっと3番さんの前半聞こえてたんですけど、後半のなんか前、えっと、前、3番の精査だけよろしくお願いします部分しか聞こえなかったんですけど、合ってますかね。前の部分の人の精査をするって認識なんですかね。でもちょっと3番さんのことほとんど聞きてなかったんですけど、えっと、そうですね。何を言えばいいんでしょうね。えっと、前の人、自分の番の前の人だけに精査して、まあ、いろいろ進めていく。 っていう進行はまあいいと思った風でもいいんだ。まあ悪い印象はないかなっていうふうに思いますね。まあ、ですねごめんなさい。ちょっと聞けてなかった部分があったので、えっ、ー、と、今後の進行に関しては、特にあんまりこだわりはありません。よろしくお願いします。 5番さんが発言します。はい、お願いします。うん、3番の進行では議論が発展するんかな？といちょっと疑問に思ってます。今のところ4番3番色なんてつけられないです。完璧に2周目かなって思ってます。で、6から2の中に占い霊能がいる場合はもう1周目から出ていただいて。お願いします。 うん、そうっすね、えー。僕はあんまり占い、霊能の潜伏っていうのはそんなに好きじゃなくて潜伏役職っていうのは人狼側に結構メリットがあると思ってて人狼、潜伏することによってやっぱ人狼に有利な場面作れたり、えー、3番4番が群れった場合3番4番を釣り位置に上げることもできるので、えー

まあ3番が言ってることはちょ、ちょっとだけきつくだなと思,思うんですよ、まあ、3番さんはそれ言うっていうことを多分決めつけていたから、き、ま、つ、あ、くって言われてもって思うかもしれないけど、まあ、3番、ほとんど発言聞こえなかったわけで、その状況下で4番さんは3番の精査を精査だけ残して、あなた、思考開示はしないでくださいっていうのって、まあ、結構きつくだなっていうふうに思いました。で、ま、で、あ、でも今日は3番番番番ののの進行論でいきましょう、えー、5番さんがまあその中で3番4番の色付けをせずに、えー まあ自分の思考を述べてたところがなんかまあ三番四番の真義から逃げてるんじゃないあの正答から逃げてるんじゃないかなっていう風うに思ったので三番五番比較した場合はヒいてあげるとすると五番の方が黒いんじゃないかなという風うに思ってます以上七番さんが発言しますはいえ七、ー、番ですえー、っとあんまり詳しいことは言えないんですけどえー、っとこれかな。 はい、えー、9番さんが素人、えー、出ました。えっ、ー、と、まあ、3番、4番さんのちょっと言ってることはあまりよくわからなかったんですけど、まあ、5番さんの、まあ、言ってたことに従って、ちょっと使用しました。えっ、ー、と、まあ、僕自身、あの、ちょっと初心者なんで、ちょっと、まあ、信用してもらえないことはあると思うんですけど、まあ、ちょっとあまり深い発言がちょっとできづらいので、ちょっと皆さんに、あの、お任せしちゃう部分はあると思います。はい、以上です。 8番、さんが、発言します。はい、お願いします。占い師です。4番、白です。4番、白。まあ、6番さんは標人じゃないかなと思っていて、まあ、6番から6番に関して、 6番が5番釣りをろす構図とか、なんか6番さんの中で3番に対しての様素の取り方とか見たときに、まあ、3番の色知ってる人物やんかなって思ったんやけど、なんか結構ヘイトばらまいてるところから、まあ、6番巨人、7番オオが硬いかなって思ってて、なんか5番さんに関してはよくわからんなと思ったんですね。5番さんの中で4番、3番が2周目だ。5番さんの中で占い師の潜伏をやめてほしいんだって言ってる内容とか、なんかそこに対して3番、4番が釣 釣られてしまうんだって言ってる内容とか、なんかあんまり理解できないなって、くまさんに対しては思いました。まあ、なんか、さんの発言は全く聞けなかったからこそ、まあ、ささんってわからないなって思ってるから。まあ、七番狼だった時には、9番、1番、2番、ここに対して狼走って、そうやなって思いました。九番。さんが。発言します。 まあ、まあ、3CO やから、まあ、2周目の偽って思うところを釣ろうかなとは思うんやけど、まあ、情報を落としたいんだったら7つって、9通り釣らないでいいんじゃないって思うぐらい。まあ、それぐらいでしかない。まあ、グレーから触れると、まあ、3番のその進行進行論っていうのかな。なんか、 あんまり理解ができなかったかなぐらいでしかなくて、なんか、あんまり発展してなくないって思っちゃってるんだけど、吸番自身が。だから、678の見解すらもなんか無用なものになってる気がして。吸、はいまあ、番評価が変だと思うんだったら、もうめっちゃ批判してください。 一番、三が、発言します。お願いします。まあ三しようなんで、ローラーしようと思ってて。一番シーないとこ落としたいんですけど。今のところ六番かなと思ってて。あの、三の色がわからない、三の進行に乗ります。で。正直三のやり方だと話広がらないと思う。思うんですよね。で、五番が広げると思って。 で話をまあ持論を言ったところでそれが黒いという6番が一番シーンないと思ってるので今のところは6番釣りたいでごめん9番のえっ、ー、と 6, 6、8から統一裏の9ってまあ村目線はそうかもしれないけど9番自身は全く情報増えないと思うから、まあ、黒出された情報増えるけどなんか探す気あるのかなって9目線困るんじゃないかなと思うからちょっとそこは疑問に思ったぐらいかな うん。まあ今のところ6番落としたいと思ってます。前半はもう色つけれないと思ってます。あ,あなたの発言です。はい。ああもう頭痛いですね。3種をね。まあロート今日は普通出てると思うんで。まあ怪しい人釣りましょう。うん。まあみんなの意見出して。 で、まあ、本当はシーン決め打てれば強いけど、なかなか話し合って難しいと思いますんでね。うーん、まあ、進行論はまあ、あの出だしから一応トラブルもいろいろあったからね。で、4番5番で続いて、まさか6たの端で3人出てくると思わなかったっていう。で、9番1番のまあ発言があって、はい。大変ですよね。うーん。まあ、21じゃなくてよかったなと思ってます。気が重いなっていう。うーん、ところから、 解放されたら三一だったっていう頭痛いなっていう <laughs> とりあえず自由な意見を出してまあ怪しいところを釣りましょうよまずで一つ一つの色見ましょうはいということで、はい、終わります三番さんが発言しますはいまあ自分から始まってるんですがもう一個だけ聞きたくて 前の人に触れてください、前の人だにほぼ触れる精査をしてくださいっていうのは聞こえてたんだとしたら、それで否定されたりとか、まあ、3番に対してがとか、色見えないですねとか言ってるけど、それ以外とりあえずやることないよね。だから5番への矢印の向け方って、3番の進行でいいのかなというよりかは、5番さん自身、それ以外なくない ?4 番、3番の色見る精査しか。 だから、全部に対しての今日は役は出た方がいいよとかって、私の中では打足なんですよね。それって良くないよ、それっていいよって、狼要素にならないから、議論として、前の人がどんな色だったかっていうのを、議論として組み広げられればいいけど、3番のせいで、そこが聞けてるかもすらも分かんなくなってしまったっていうのが、申し訳ないないいっって思って思ますだから6番、7番、8番に関しても、2周目、偽だなって思うところ、スローかなって思うけど、 要は黒が釣れたですよね1番が9番に寄せた要は9番3時点で支点つまらなくない9番に統一占いしてもが正解であって9番自身が占いを吸おうとしていて例えば8番つって7番に4番占わせても同じ結果が得られるから1番から9番の正差はそこは正解だなって思ってるでも6番が狼だろうって6番が偽だろうまでの支点の詰め方は7番は5番の色見えてるような発言をしているし 8番に対しても3番の発言が聞けてないっていう状態の発言だったから6番に対しての偏った精査するなって思ったのは1番にありましただからこそ6番7番8番聞いた中でゆっくり精査してこの人が怪しいんだっていうのを投票すればいいかなって今思ってますラストウルフ詰め,詰めまではまだいけてません今の様子をただ単に上げただけなんですけども6782周目聞いて偽だなって思う様子 また、あとは黒出ちゃったとき、九番の興味はちょっと終わなきゃなと思ってます。四番さんが発言します。はい、二周目、よろしくお願いします。三使用になると思ってませんでした。三番さんの最後の発言って、新郎老,老っていうことなんですかね。九番が教授で、自分で占いしそうとして、六、七、新郎老,老か。ですかね。 えっと、三番さんが言ってたように、一番さんが九番さんに向けた視点は確かにいいなと思いました。なので、ま、実質点、一三五九の中に一路しても、真、まあの路はおうないです。今のところ。一番はもう一度大丈夫そうで、ま、五九とかにいそうかなって今は思ってます。六七八の審議は、まだよくわかってないですね。八番はまあ三四四目で、 なん,のせいです、ね、うん9番さんが6番さんが振るってきて逆に7番さん。とりあえず9番7番さんの発言聞いて,てから考えようかなと思ってますどうしようかな喋ることがなくなっちゃったなうん 番さんに1番三番さんの印象を聞きたいですかねごめんなさいちょっとしゃべることがなくてお願いします五番さんが発言しますなんか結構僕ですね不当だなって思ってることがあってえまず六番に 3、4の精査から逃げてるって言われたんですけど、3、4本当に精査できるって思いましたね。3番も色落とさない。5番の、えー、潜伏うんぬんは打足やとか言われたんですけど、いや、あなたじゃあ4番の色どうやって落とすって、俺の目線に立ってみって思って、すげえ3、6不当やなと思ってるんで、まあ、占い2週目聞いてからですけど、 現時点で、は6番に入れようかなと思ってます、えー、でああ、でも3番が言ってた9の今日っていう、新ロールっていうのは、まあ、なきにしもあらずですけど、まあ、現時点では追わないんですけど、まあ、頭には入れといていいかなって思いましたね。9って全然占いももらうことを恐れて、まあ、9ー,ーは僕はないと思ってるんで、まあ、あっても9今日の新ロー郎郎と思ってます。 1で、1, 3、4、4番、4番がね、色分からへんな。1周目から2周目も。1番が、1番は、えっとね、なんて言ってたっけな、1番。1番も6、ん違う、8、そうや。8番が、6が5を釣り位置に上げたことがおかしいとか言ってたけど、別に6が5のことまだ釣り位置に上げ,上げられたと僕は感じてないから。 うん。そこはちょっとなんか、不当かなって。6番に向けて。うん。うん、でも7から新要素って特に拾えてから、ほんまに2周目って感じやなグレーセーサー伸びないね、これ。うん、全く。でも3がちょっと不当で、気になるなっていう。4番は全くわからん。はい。けど4、二白も狙ってるから、盤面上、白を、まあ、黒は、 まあ5番は叩かれたところに対して叩き返しというか言い訳でしかしてないから、まあ、全然5番の苦労もあると思っていて、まあ、5番か1番からっていうふうに思いますよ。まあ1番んに一つ問いたいのが、まあ、6番のシーン切れるっていうような発言してるけど7番なんてグレー精査ほぼ皆無でいや8番なんて6番7番の強老精査しかしてなくて、まあ、唯一678でグレー精査したのって6番だと思うんですよ。じゃあその中で、まあ、グレー精査が合合うかかわないか、まあ 一番死んであったのかもしれないけど、グレイセンザーが全くなかった7番8番の方が死んだって言うんだったら、まあ僕はグレーセンザー死んだ方が良かったでっすね。で思っちゃうから、なんか1番の中での6番新規リリウが全くもって意味が分からなくて、で5番がその進行論で思考開示しなければじゃあ何をするんじゃだったって思考開示しとけばじゃあ色落ちたのっていう風に思うんですよ。1番さんはなんか3番の発見が原因で。 この村、は色落ち化してなかったっていうけど、じゃあ、3番が試行解除して、4番が試行解除して、5番が試行解除してって、自身の意見、試行解除していったら、じゃあ、色が落ちた村木になったのかっていうふうに思うんですよね、これ3番の言う通りだと思っているから、まあ、僕は1番が言ってることの方がおかしいと思いますよ。え1番、1番5番が結構おかしいと思っていてで、5番に関しては、まじで叩き返ししかしてないし、2球目も精査から逃げてるように感じたから、ただただ番叩かれた3番に対してしかいりるてもないからね。 弊社から逃げてるような人物に感じるから、まあ、5番が、1番、5番かな、怪しい姿勢と。で、まあ、7番、8番は、まあ分かんないですね、正直、まあ、9番は7番釣りたい、1番、6番釣りたいっていうような流れで、来てるから、まあ、8番に対して誰も向けてないことを考えたら、まあ、8番、オオカミなんじゃないっていうふうに感じてますね、グレーの発言からね。 っていうことで、まあ8番狼7番強人なんじゃないかなっていうふうに思ってるから、まあ、8番いってほしいなっていうふうに思いますけど、まあ、投票集まりそうな方に出ますす番さんが発言しま,すまあそうですね、えっと、皆さんがちょっと占いを精査する気がなさそうなんで、まあ、ちょっと僕が怪しいなと、まあ、思ってるのは、まあ。 一番、3番あたりですかね。で、5番はちょっとよく分かんないですよね。で、6番さんの言ってることも、ちょっと、ちょっとよく聞き取れなかったし、ちょっと意味が分からなかったところも多いんで、まあ、そうですね、まあ、6、7、8で占いで、まあ、ちょっと客観的に見て、誰が真なのかっていうのは、ちょっと見極めるのは、まだちょっと難しいような気がするんですけど、まあ、とりあえず、僕自身、ちょっと、まあ、何も分かってないんですけど、まあ1、一3、 がちょっと怪しいかなで五はちょっとよくわかんないっすねはいまあ、ちょっと僕全然話すことないんでもう回しますねすみませんちょっと初心者八番さんが発言しますなんか五番九番に多分話ってそうやなあって僕は思ってるんやけどなんかまあ一番がねそもそも六番に対して言ってる内容は僕は理解してるし。 五番さんはね、変なとこって、そもそも6番から5番に対して与えてるものが、あ、不当なんだっていう感じに立ったときさ、五番さんの中でそもそも1番から6番に対して飛ばしてる内容が、本当にそれが不当なんだっていう要素になるんかなと思ってて、だから5番が1番に対して持っていってるものに関しては僕は理解できないなって。なんか、木番さんって僕、占って、そもそも木番さんいるみたい。僕、 なんかいい,いいことあるっすか、9番さん。木場さんがオオカミだったら僕はいいなと思ってんやけど、木場さんがね、白結果だったら全くね、僕は無意味やなと思ってるから、だから僕は5番さんを占いたいなーって思ってんやけど、なんか正直ね、さんまさんがね、言ってる内容って、まあ1番にらんでるものよ。僕はね、まあ、1番から6番に対して言ってる内容か、6番に対して言ってる内容はまあ理解できるんですよね。 そもそも5番だから4番3番どうやって定説するのだから6番が5番に対してにらんでるもの。6番がそもそも3番に対して色が分からないんだっていう要素の中で、6番が3番に対してそもそも3の進行にばっていこうよって言ってもなんでって言ってる内容とか、1番が言ってる内容って僕は理解できるなと思ってるから、そもそも5番が1番に対して言ってる内容はそもそも理解できないなって僕思ってるから、5番3敗の女将じゃないかなと思って。 なんかキューバーさんが、ね、なんか人間だったときには、悪魔を精査して、まあ、ここはオオカミじゃないかぐらいまで落としてほしいなってキューバーさんに対しては思ってんやけど、だから自身を占うよりも、オオカミっぽいところを占っ,ってほしいなっていうのが、まあ、人間の思考じゃないかなって思ってるから、だからまあ1番から9番ーーに対して取ってる内容に関しては、一定数理解できるんかなって僕の中では思ってるんですよね。だからキューバーさんって、肺の奥オはどこかまで伸びてほしいなって、なんかそこで受けます。 9番、さんが、発言します。 何これえっ寝てんのこれマジ !9 いる。寝息これ。寝息聞こえんのこれマジで。今俺も眠くなりそうだったけどこの試合。9つる進行から入るわ。 キューツ鶴進行から入るわ。うんー、バ番いないのであればキューツ鶴進行から。ン番鶴進行っていう頭痛いけど。息が聞こえんの 聞えねえけど、みんな耳いいな。ああ。一番。三が。発言します。まあ、やるか、寝たきゅう、つるか、れい占いつるかはもう。霊能決めたらい,いんじゃない。 やるかは、マスター決めればいいんじゃないまあ、いいや。6番は多分強人だと思う。う殴り返しただけだし、あんまり芯取ろうとしてるように見えないし、7、8分かんないって、8番3人目で4白かぶせてきて強人の線ないでしょう。まあ、最終的に緒上落ち着けたけど、分かんないって言ったから、主人探してんだろうなと思うから、6番強人かなと思って、普通だったら1番芯ない、6番釣りたいんだけど、9番寝てるし、 もう黒狙うとまずいだろうと思うから、6残して、でもね、7、8やったらね、7番残してもしょうがないと思うから、なあいくらよく知らなくても、占い、わかんないだろうしって、占い師持ってたら言わないんじゃない裏目線わかんないだろうっていうのはまだわかるけど。7番のシーると無理かなと思うから、 いやー、どっちにようか。な、ま、あい,いや、7番取ろうかな。9で寝てるし。多分六6強7ー8進だと思うから7番するかな。で、7番の相方としたら。うーん。難しいなあ。9だったら別にいい棋七7ローでいって。 たら四白になるからどっちにしても三五だったら三番よりは五番かな三番のあの進行論でヘイト買うと思うからそんなことすると思えないから七五かなじゃあ七番釣りますあなたの発言です 9番いますいなかったら、まあ、しょうがないから、9釣りの進行を取るしかないから。まあ、こんなハプニングがあるから、一つの、まあ、気楽にやったら。9番は多分白だと思うけど。7の新世界があるから、まあ、9釣りするしかないから。で、明日、なんか、偽っぽいところ釣りましょうよ。占い師の偽っぽいところ釣って。負けたら、しょうがないっていう。普通はロラできれば強いけど、9番がいない場合、死んつったら負けなんだよね。しょうがないから、9釣りして。 いますかねいないか。9番いないともう投票権ないから、初日で PP っていう。9番釣って、まあみんなで考えて、あのやりましょう。こんなね、ことあるから。安心しよでハプニング起こって、グレーの人釣らなきゃいけないとか。まあ、9が騎士だったらまあ私はいないと思うんで。そうなったらみんなで決めたら、審議を。うん。まあもう気楽にやったら、うん、結構村振りなゲームだけど、急なろうだったらラッキーだけど。 9番を釣る進行を取るしかないんでね。それで678ので怪しいとこを釣りましょうよ。気楽に。うん。気楽にってかもう9釣るしかない。9番いるないか。9番いたらチャット打ってほしい。9番いませんかあ、じゃあもう9番寝てるんでしょう。ネ息聞こえてんのみんな。すげえな、みんな耳いいんだな。俺はネ息聞こえてねえけど。じゃあもう9位聞きましょう。で、みんなで678の審議考えていて。うん、すいません。で、まあ。 まあ、こういうこともたまにはあるから、まあ練習だと思って。こういうことあるんですよ。こういう本当に、なんかのハプニングでグレー行かなきゃいけないとか。まあ、いぎってる騎士が出て、騎士がしグレー釣りだって時もあるし。本当は 3C は占いから行くのが硬いんだけど、まあ9万行きましょう今日は。しょうがないんで。9万いるいたらチャット打って。出てますか。あ、いるいる。あ、じゃあもう。じゃあもう、すみません。うん。じゃあ6万から行くか。6万から行こう。まずは。はい。 投票してください。アバターをタップして選択できます。知らないしんかもしんないけど。しんで六番に切れてほしいな。あんでも私をするんって。いや、俺もすまん、六七八、うん、六番一番手だからって真面目にやってるけど知ったら。四白を変えるし。追放されるのは六番に切れそう。六番だったら三です。 7、8に負けてる6番です。すみません、もうわかんないから。俺、話聞いてなかったです、2周目。実は、うとうとしてました。発言しす6白だったら4番白変えるかなって。ぶっ飛んだ流れ玉が飛んできましたね。ゲーム続行してるし、あのし、ーまあ多分んね、はい、もうこれも自分資金だから、まあじであの不当にあの6番まで入れられてるから、<laughs> もうこういう考察も残しちゃうけど、まあ、9番が狼で、多分七番八番ん7番,8番を、7番8番に9番の相手が入れてるから。もう1番手だから。もう知らない。 す,うすみません、これ2周目聞いてないから、9番オオカミなんでってな,なってると思うよ。もう9番白でよくて、まあ、4番白ね。4白っていうので、一応ゲーム進行でいいも,も,もうたった一つでいいから、白置いた方がよくねっていう話。9番起きろよあ。なんか、まあ、この訳の,の分からないあの2番にも最終的にじゃあ6でみたいなの言われて、グレーがこんだけ6番ずりって言ってて、6番がオオカミなわけないだろう。2番は何を6番がオオカミだと思ってってん,んだ。 いや、わかんないから、6番がゲーム続行したから、村じゃないかもしれないから、巨人かもしれないし、ゲーム続行して9番すでにゃんニヤしてる巨人かもしれないから、6番がゲーム続行で言ったから、もう配送にしないから、もう6番釣り、9番すでに、なんかこれ、村で村なのかわかんないけど、僕が死んでもまあいいや、人材じゃないでしょ。 白だったら釣り切ってもらえるし、四番白でもいいから大きいじゃん、濡ら,らして。この村は多分四白置いた方が。ロー狙いって7と8がマジでわかんない。2グレー釣れたらでかいから。まあ、一番のコー聞いてたら、一、まあ、番ガチで思ってる人なんかなっていうふうに思ったから。まあ、6番は俺は2週に聞いてないんだ9番の同じようだ眠く。て考えると、まあ5番なんじゃねって言うとうに思ったけど、ね、3番は言ってることを周知してもらうんだから。 まあ6番っが独でしようでしょ。番んしんだったら申し訳ないけど、芸能が悪かったんで、んで今日すまん、もうあんまり聞いてなかったから、3を作られても、あの眠くて眠くて。くて6番がルールあの、配送にしなかったから、これなんかあんじゃねえかと思って。冷媒結果は順望ではありませんでした。6番つったら、もう6番行こうって言った俺が悪かったってことで。ピンの要素があって、7と8に黒がいるか、7と8に黒がいるか、嫌な予感するな、これ。 6番白だったら4番白で戦ったらってだけのも話あと7と8はもうどちらがにローだから推測でロー1測定した方が戦いやすくないっていう6番のシーンだったら痛えなっていうそのままお待ちください6番のシーンだったらよ配送にしてくれよ村ラシーンだったらよこんなのゲームしたくねえよもうまずうめい昨夜襲撃されたのは 4番3です。ここの白を変えるという作戦だったけど大失敗したな。5番3が発言します。<coughs> えー、じゃあ7番の占い結果は。これは大変なものです。85白、6白、3白。えー。作戦失敗だ。ああ、もう7と8以上。 棋士4番。棋士出てもらっていいですか棋士。棋士出てもらっていいですか出ないってことはもう4番棋士で行きますよ。4棋士で、じゃあはい。4棋士ね。ってなった場合、8、1、8、3か7、1、7、3。うん、7からは別に、 占い師っぽさっていうのは <laughs> 感じ取れなかったけど別にそこまで偽とも思わんかったんで正直7、8はまだどっちがどっちか分かってなくてで7番の7番ローで置いた場合ってまあ僕6強だと思っててまだ、ね、で4波か6強8ロー 6番狂人の声が高いから、4番白変えたら、この村でけえかなと思ったら、4番噛まれんのもう。た、えー、だそんだけよ、6番白でも死んでもいいじゃん。6番が死んがないって発言だったら、6番の色見た方がよくない。7と8のギャンブルは、まだぐらいのワインとかもっくなかったし。今日7、8やったら、まあ聞いて入れるんですけど。 自由と同意で、ここはもう、番を見てもらうんで、6番はもう3が別に、以外の声が強い,っ強いんだったら知らないけど、そこまで6は4なので3を弾けるようなったでもしょうがないです。1、3、3の方が怪しいなと思って思います。7と8は俺は口は出さないです。はい、投票コート見てもらいたいが。俺が一本してとかしたら、投票が、あの、あれになっちゃうから。多番,3番あと俺聞いてないし、します。 えーと、まあ、まずちょっとあの遅れて、ちょっと初心,あの初心者とかそういう言い訳がなしでちょっと遅れたのはちょっと申し訳ないなと思ってます。で、えっと、さっき6番さんがあの最後ちょっと3は白みたいなこと言ってて、あの6番さんがその強靭か人狼って考えたときに、まあ、ちょっと3番擁護してたのが気になったんで、まあ、3番占ってみたら真っ白だったって感じです。えー、と、まあそうですね、えー、まあこのままだと、 えっと、僕ちょっと何も考えてないんですけどちょっと何も出てない位置がちょっと怪しいかなってとこで見てますえー、まあこれ以外ちょっと話すことも僕混乱させるだけなんでちょっと渡しちゃいますねちょっとすいません5番白です5番白7番9番オカビじゃないのこれねえ 7番9番狼じゃないの ?9 番差。だから9番さん全く発言もしなくて、そもそもタヌキネギしてて、7番9番狼じゃないのも。だから1番からそもそも7番に対して、7番5番狼だって7番釣り下ろすコースとか見たときには、あれなんかあまりなんかで、ね、一番7番狼に見えないなって思ってるから、まあ、7番さんの相方は7番9番、7番3番って見たときには、まあ、7番9番狼の方が硬いんかなーって僕の中では思ってるんだけど、 キューバンさん、なんか、キューバン釣りでもよかったんじゃないなんでキューバンさんって、昨日、あの、発言もなかったのに、急になんか、リュって打って、釣り逃りしてんの、キューバンさん。なんか、よくわからんのやけど、なんか、そもそも発言もせずに、いつ起きたん、キューバンさん。教えてほしいんやけど。結構、ならばキューバンオオカミ持ってるんですけど、なんか3番から人材要素はあまり取れてないなと思ってるんですよね。 サンバーさんがそもそも1番に対して言ってる内容ここに対してはまあ一定数理解できるけど1、まあ、番が言ってることに関しても俺は理解できるなって思ってるから、まあ、5番白をめくれた時になんか7番1番狼には見えなく、まあ、7番9番九番狼で決着かなって思っています。はい、以上です9番さんが発言します。 夢見てんのかなこれどうしたらいいんだろうこれあのさもう9つったらよかったな、こんなんだったらもうぐったぐったのゲーム展開だけど6死んだらどうせ負けるゲームなんだからこれ6万9地にかけた進行だけどわからないよ7とかも発言少なえし何なまあ、俺は色見れるから6が死んだら負けゲームなんだからこんなゲーム続行させないで欲しいよ発言します weni いや、ゲームする人ではあるよ。さっきまでゲームしてたんだけど。ゲームする人よ。ベテランの方でゲームする人でなんで今日はこうなんだろうかが分かんないの、これ。どうしたらいいんだろう。いや、ひどいな。5番いないでしょ、7番いないでしょ。で、9番こんなんでしょう。もう9番つろう。んじゃねー7番いたらな。正直、7番から要素取るの難しいと思うから、もう今日。 もう6番で表情してると思うから9番つって自称占いに色出してもらった方がいいんだけど7番俺占い人だったらしっかり出してくれたらもう9つはるかりやくかっくしてるしいらわの PP だったら9番もうこの通りだから9つってじゃあ78に色つけてもらうってうかどうしたらいいんだよこれあなたの発言ですはいあ人狼に自爆してもらいたいけど まあ、57が戻ってくるようなら、もうしょうがないから、9つる ?6 強靭にかけるまあ、6はまあ、なんかみんなの意見だと、怪しいって言われてるし、6白だったら、4番白変えるかなと思ったら、8番も4白だったから、4番頑張れたっていう作戦失敗っていう。ルーマさなのに配送に言わないから、もう6ずり。みんなも納得。死んだったら、もうしょうがないってやつ。6番、めんどくさいから6番死んだからってことで9番ずろ。うん。もう知らまあ、813、 何これ戻ってこないって。まあもう負けなら負けでいいんじゃないっていうかまあ狼だったらもう、7も5も戻ってこないのこのゲーム。もう、5人版面だよこれ実質。9番つって PP だったら PP でなっちゃうけども、どうするのこれ。7行って、12345。7行く進行を取る もうめんどくさいから、もう6番が配送しないから悪いから9いか。もうみんな9番ずるまあ、嵐じゃなくてベテランの方なんだけど、なんで音が聞こえねえのかがわかんないんだけど、これが。ベテランの方だからさっきまでゲームしてる人だから嵐じゃないよ、これ言っとくけど。あの、ブロックとかしなくてもいいよ。9番の人はちゃんとやる人なんだ、本当は。さっきまで2試合ちゃんとやってたとは言っとく。だから嵐ではないんだけど、9番の人は。うん、もうすまもう終わるか。6番死んだから負けで9番つって。 813だったらニヤニヤしってんだろうね。これもうニヤニヤニヤ,ニヤしてんだろうね。もう。813だったらもうニヤニヤしてると思うけど。もういいんじゃないもう。うん。それが固7つ、固くならる固くならる進行でもまだいけるか固くなら行きますか ?7 行くか9行くかもう任せるよ。もう。固くなら行きたかったら7行って。八8つるかつんねえから決め打つか。7つる進行、78つ,つる進行取るか。もう、面倒くさいから9つるかはい。 三番さんが発言します。はい、まあ二番さんはちょっとそれ盤面破綻、では一三両方狼はないですね。うん。もう三三人出てるからね、六七八で。で全く九番に関しては要素がないんですけど、一番さんが六番が狼で七番狂人で釣ってるわけだよね、六番が。その経緯が分かんなくて。 6番は1番と5番を押してたんだよね。で,で7番に関しても1番と3番を押してるからそこでどうやって差がついて7番強じになったのかっていうのがやっぱりたどりつけないんですよね。ちょっと適当にいってるなと思ってて8番シーンもそう。だから9番が狼だった時っていうのは、まあ、色が全く見えてないから、まあ、釣る要素もないって言ったらいいかな。釣る要素がある1番を釣るかどうかを考えた時に、まあ、釣りたいなって思ったから。 7番8番とか釣っといて最終的にいや8番残したいっす、ね、7番つってそうかなら釣っちゃうと8期83なら PP だわ9番の,のー9釣る勇気ある進行者ううたが勝つがないのかなんだよそれ8番新進攻でいかない,いけど7番が何人狼でこれなの諦めてんの7番の要素って3番と1番が 1> <laughs> ゲーム性崩壊してるけど、まあ人外に火はないからね、これに関しては。だから6番に配送提案しろってんだよ。6番弾けた理由も大してなた大してない。6番がもうゲーム続行したから6釣りでいいんだよ、もう。版面的なシーンもないしかか。なんか7番さんが強,強人だとか、6番さんが狼だって言った経緯がわからないから、まあ、正直6番釣ろうっていうのは6番が5番1番だけは視点狭いなって思ったからぐらい。 だって9番の色なんか見えてないし、3番は言ってることは全くない,いから、とりあえず6番は言ってるとは全くないから、あなもう責任持って,て,ってっゲームしてくれよ。1>, 1番が本当に言ってそうっていう辿り着き方が、まあ偽かなと思ったけどね、言うよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。終わろ ?You つって終わろいや、しょうがない。 もう七ローにかけて八進にかける進行取ろう。八一八三ならさよなら。八一だったらもうもろ負けだけど、もうしょうがないよ。投票を終了しました。最後終わろう。もう時間の無駄。見放されるのは。九番。三です。八だったら、まあ、貸したかったら勝てば。九番,番。ゲームが成り立たねえから、九ずり。発言します。 ゲームが成り立たないから、9番に関してはもう。まあ、3番も薄,薄々感じてたと思うけど、81だったらどっちみち終わりなんだわ、もう9つろう七7釣ろうが。3だけは7行こうとしてるから。網がないっていう奇跡が起こったらいいけど、多分、いやでもね、人外に火はないから。 一番がローで、六番シンプル癖釣ったんだったら六番がいいよ。六番はルールマスターなのにこんなもんでゲームやめねえからもう釣り。あ六番強人とか、まあ六番して白だったら四白だから。六、まあ、番が死んだったらそもそも負けだから。あのー、とんでもねえぐらいなってんだけど、七とこが接続切れっていう、九番は一体謎の眠ってしまってんだったら寝てくれよ、まずよ。ゲームになんねえだろ、まずよ。 起きてこないでくれよ。9釣ってからゲームできたじゃん。と言っても、全然6釣ったから結局6が死んだら PP だから終わりだけど。まあ8番1番貸したければ俺は止めらんないよ。これで貸したい。だって、ローはね、ローに火はありませんって話だから。心労に火はないから。79ローロであってほしいなっていう心の中で、奇跡の79ローロであってほしいけど、 <laughs> これはしょうがないだろ狼に自爆とは促せないしな。村が悪いんだろうって話だからね、陣外にとってはこれ。村があら、うん。まあ、俺の方から強要はできねえよな。まあでもやめてほしいけど。やめないとしても別にダーティーなことではない。人害、村がこんなに、例えば村がこんなに7号が村々で、7号9村だったらもう、81326号線が勝つべきだから。 止めらんないしも、これ。8番が人狼で出てたってことかな。それとも7級なのな、7番の,あの発言のなさは初心者だから。狂人としての損だ。でしょもう、ででもう PP でしょもうこれ。だってもう、出てこれやばいと思う、もう。そもそも6狂人、7番、6審7狂人なんだろうか。で、8なのこれ。 一番も接続切れてるように見えてんだけどこれ。そうですねもうどうしたらいいんだろうこれ網がなかったら奇跡だけどそんなわけないよね笑うわもう昨夜襲撃されたのは2番。 いやまあ髪が入っちゃってっからもう八一三にオカミいます。七五じゃありません。が発言します。八一ローロ。はい。まあでも一番怪しかったっていう占い師はまあ全員だったんで。八番さんがオカミ？六が真だったのかな。七番教授だったの境界線までかなかがメタ真かと思ったけど。五番で加工してると思います。 8が5白で。1番なのかね、やる気あった。なんかね、まあ、それはありませんが、ね、1番が無駄ないうのが37でしど、うん、37で7と1でもう5番とはやっぱ会話したかったですね。私はでも5番がそこはかとないなんかっていうの7付け加えて 四番が村だった時き、三番の村に対しての精査になるから、まあ厳しいものがある三番悪いけどどの進行を取っても無理よ。聞こえてあちずりに持っていくぐらいでしょ。ただ赤みっないうのは、のい,い,けどいやいや五番それって精査甘いでしょとか、四番精査甘いでしょみたいなっいてて。あちずりで一山真偽とかわけわかんない,ない地獄のような。だただ見上みされたらどっちも地味。九番いねえから。あ真ずにかけた方がいい。こ、まあ、れしか過失筋がない。多分、多分八番残し。あちずりしかしがないんだから積み。 一番の村にかけて、八号で追うしかないわ。ね、でも、一番さんの黒要素はあります。なぜ六番が人狼になって、七番が狂人になったのか、八番が死になったのか。この理屈が要は成り立っていないと思ってるんで、一番さんが。 あまり視点を詰めようとして本当に成績を取り上げることがでああ、これは仕方がないんじゃない俺の6ずりがまずかったのかもしれないし、9ずり、いや、寝るんだったら、あと行かないでくんねえかな ?9 番つってやったらゲーム進行できたのに。8番、5番で。だからこんな時にゲームやめればいいのに。ゲーム続行したから6ずり。もう絶対俺、人外であることやってからもう6ずり。マスターでこんなもの配送提案し出さないから、人外でやるからもう6ずり。3が発言って。レベル でもやんなくていいんだ、こんなゲーム。85ローローだったらいいけど、73ローローだというのか。73か、8185? あの、B プレイのキッズじゃないから、責任持ってやれ,やれないと、あの、9番とかは何回もやってる人で、ベテラン勢で何回も戦ってるから、1回ぐらいの寝落ちなんか許してあげられるけど、 あのー、あんまり初心者の7番とかわかんないけど5番とかがこんなプレイすると信用度がない人がやっちゃうとブロックされる可能性あるよと言っとくよ、まあ、ブロックしないけど9番はね何回も戦ってる人なんだわだからあの荒らしてないことは確定で分かってるからねたまたま寝落ちしてんだろうぐらいで6釣りはだから 強人であってもいいし、真であっても、あの、なんかもうルーマスでこんなゲーム続行させたから、もう6ずり。もういらないと思って。盤面的な真もないし、発言は聞いてませんでした。こんなの陣返りがある続行なんかもう6ずり。でも、7は何俺、強人だっつうのこれ、もう。3番に言うけどね、7つってもね、多分9番が機能してないから、もう PP なんだわ。 どっち道8新進行しか用はないから8番いけないんだよ、もうこの場面9番が多分いない、975いないんだわ。だから、8新進行しかないんだわ。18だったらまあ自爆を流したかったけどまあ止められないし、火はないんで18が真面目にやってましたんで。A のが8番釣れなかった、初日8釣れなかったのが。 悪かったったてことないんじゃないですかというかね助けてほしいわこの時間の無駄早く釣って3番釣って終わらせたらな何か目楽しんだのかなと思ったけど7番が強人で仕事してんの まあ、頑張ってる人はいるからね、人外でも。あの、初心者の、初心者とか、慣れてない方が頑張ろうかな。ベテランになってくれば強人だりーなと思って出なくなってくるけど。俺も本当に新旧の2試合目だったから強人占いしたけど。7番よりも話せなかったよ。うん、誰が配信者でその動画でもあれば見たいぐらいだけど。ほとんどん一言も言わない。無言の占い師だって言われるくらい。俺、無言の真じゃないとか。なんか、適当にしろってなんか、 謎のシン貸し取って勝った気がするけど、オカミ囲って。なんかね、奇跡的に。いや、本当に、新旧の2試合目だったかな。狂人の占い師覚えてるんですよ。発言ほとんどできてなくて、周りからこれ無言の占い師なんじゃないっていう。無言の信頼なんじゃないって言われるくらい発言しなかったよ。7番の方がまだ話してるよ。7番話してるよ。あれ、あれで、まあ、ベテラン勢と見比べると物足りないけど、確か俺もっと話せなかったはずよ。 まあちょっとした経験はあるのかもしれないけど、まあ、仕方ないんじゃない ?7 番釣りでも、8番が人狼だったら負けだから、8号しか貸し筋ないから、8、1だったら負けなんだわ、どっちみち。9番が機能しない時点で無理。8釣りしちゃうと、8釣りの時だけでも、8番確実に人狼って分かって、 一番か三番にいるとかのパターンなんだけど、それはもう七八の審議が完璧につかないから、もう多分八番新進行で行くしかなかったんだよ、もう。盤面的に多分見て。八強引につって、一三審議にかける。髪があったら一三審議にかけるでも、俺髪発生したら負けだから。どっちみちもう八番新進行でしかないんだよ、もう過失順がそれ以外無理なんですよ。多分無理よ。八番が陣内だったら負け。 いや、なげえなーって、サンマさんなんか戦う意識はね、すごいなーって思ってるけど、なんか、ここで諦めないっていう意識はね、すごすぎるなーってサンマさんは思ってるよ。まあ、千葉さんにね、まあ、サンマの人材要素を述べてあげるね。サンマさんって、そもそも9番に対して人材要素がないんだーって言ってるけど、そもそも9番って、っまあ、色が見えないから番ついても,もてーて発言が聞けないから9番つりでもよくね。さんあ、これ人狼には火がないよ。 園外には火がないんで、人狼には火がない盤、まあ、面がわかんないけど、4、まあ、と9って白だな。サンマさんって黒を打たれる人物って、自分自身でわかってるやん。だから、まあ、8番が、まあ、強人が真実だとっ思ってたんでしょう、サンマさん。<だ>これがサンマさんの人物です。ねはい、まあ、一番さ、気づいてほしいなと思ってる。俺、これ、バグってんの,これのな,んなんか、ネタ要素だけで取った時は面倒くさいなって、かわいそうだなって思うから、 あこれはサンマさんの人外要素。ここに対して、8番から3番、これ,これがまあ3番の人外要素だっていうことに関して、まあ、1番さんは気づいてほしいなっと思ってますね。なんか、さんさんの中で1番の人外要素って何なので、その上で、8番、1番狼だと思うけど、1番人間ってそうならんやろ、絶対。5番手どこ行ったのサンマさんの中で5番手睨まあ、んでた人物じゃないその上で8番、1番だと思うんだけど。 まあ一番が人間だと思った上でとか言何言ってんかなーってはいまあ3番7番つって終わりですね3番行って7番下行ったら終わりです、まあ、順番間違えたら負けるから一番さ 3, 3番行って7番行って終わりはい以上これ一番決める位置だったらやべえよなもう3か8なんだよ1番一番三番一番がロだったら18なんでしょうけど まあね、あんまりゲームなってないかな。でも、8つって3に負けるより、俺3つって8に負ける方がまだ納得できるから、3つるかな。え3の一の黒い嘘ってあれでしょ ?6 番が狼でアバン人って、俺ずっと6番狂人って言ってるから、もう多分本当に間違えてんだろうと思うけど、今日すごいしん印象悪いし、ずっと。と8はなんか連携ある、えー、これ。1>, 1番ブラにかけてっていうのももうありえないし、ね、白な,な,なんでしょ で3にだとか、4、5か3なんだって。8、8、9、8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 、だから三番釣ります 7番は人狼で初心者ですって言って人狼で出てきたんだ投票を行っていますいろんな人がいるからね。街の人は4代かぶせて人狼で出てきた人か。いやまあ、これに関してはもうしょうがないんじゃないもともとゲーム性がもう2日目の時点で8番紳士以降みたいな形しか取れなかったんだよ。もう。事実情無理よ。8番つっても俺変われるから一旦が残る,からされるのは。 番です試合終了敗北しました。ああ